少し押すかもしれないとおっしゃってたので来られるまでの間少し私暫定事務局の安倍智子ですけれどもお話をさせていただきますちょうど1週間前にですね国会内で超党派で今のパレスチナガザの状況あるいはまあ積年のイスラエルパレスチナ問題をしっかりと話し合い人権人道外交を なんとかこの日本の看板としてしっかり継続していきたいという思いでまあ仮称ですけれど超党派人間の安全保障外交の推進を考える議員有志の勉強会というものを私が石破先生と中谷元さんにお声をおかけしてなお立憲民主の中川正治さん近藤さんなどにもお声をおかけして 開催をする運びとなりました今日は2回目でありまして1回目は宮田リツさんから、まあ、長い歴史のある中東情勢ですからお話を伺い大変勉強になったところであります。それで、まあ、現在あのパレスチナの南部のラファーに、まあ、攻撃が再開というかイスラエルが攻撃を準備しているということで一部 地上戦も始まっているということなどパレスチナの人道状況が大変懸念されますので今日は本当に急遽ですがパレスチナのウンルアの現地保健局長のセータさんに急遽帰国をしていただきまして日本が人道支援をどうすれば続けられるかその現地状況と、まあ、報道で伝えられるところ以上のものが実はあると 思思いいいまますので聖太さんからお話をお聞きしたいと思いましたたとそしてあの自民党の外交部会長の江藤誠志郎さんにも私がもうあの「お願いします」って言って一昨日か本会議場で捕まえましてお願いを <laughs> いたしましてあ,あとはもうとにかくみんなで考えてこのジェノサイドは絶対に起こさせてはならないっていうもう日本のもう メンツにかけてというか国税にかけてやるべきと思いましたので準備をさせていたただきましたそれで後ほど石破先生からはあのご挨拶をいただくということでここは恐縮ですが中谷先生に少し冒頭のご挨拶いただきましてはいお願いいたします。 はい、皆さんどうもご苦労さんでございます。あの、ウンロアについてですね。あの多くの皆様方があの問題意識を持っておられて、まあ、今日の会になっているというふうに思います。けれども、あの聖太明郎さんはあの福岡県の生まれでありますが、あのコーチ以来でえ6年間あのコーチで学ばれてまあ。その後結核予防会とかあの jica とか。 WHO とかですねあの国際社会であのご活躍をされておられます、本当に焦点はあのパレスチナ問題でございますので、我が国の人道主義や、またあの人権の在り方など、非常に大事なところが試されるところでございますので、今日うはしっかりとあのお話を聞いてみたいということで参りましたので、皆様方と一緒にまた討議もさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました えとそういたしましたら石場先生来られましたらまた追ってご挨拶もしていただくことといたしまして清田、えー、さんからお話をしていただこうと思います全体30分ほどと思います皆さん質問がたくさんおありと思いますのでよろしくはいお願いいたします あの、こ、雲南の清田と申します。今日、本日は本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。で、あの、この前にもパレスチナ議連があって、すみませんね、かつ先生、そう、あ、すみません、ほとんど同じ話になると思いますが、そこはご容赦ください。あ、入ってます?はい。はいはい。あの、じゃ、最初にですね、まず、あの、ガザの状況を簡単に説明させていただいて。その次に、今、あの、皆様がメディアでよく見てらっしゃるうんらの状況について。我々が内部でどういうふうに、えー、たん、は。 対応しているかということを話させていただきますじゃあ10分か15分ぐらいですね30分大丈夫ですお座りいあ、はいはい、30分話す <い> <laughs> あのまずガザの状況ですけれどもガザではですねだいたい人口が220万人いるんですけれども状況はものすごく悪いです。で私は運乱に入って10年強になりますけれども私以上に人道支援をずっと一生に一生やってるあの世界保健機関ですとか、えっと、UNHCR ですとかいろんなところの人がみんな言うことはですねあの これほどひどい人道危機は今まで見たことがないっていうのはみんな言います。で、それあのこれほどの規模でですね、えっと10月7日8日から始まって120日ぐらいで全人口の200万20万って言いましたけど180万190万人が国内避難民になっていると。 人口の89割が国内避難民になっているでその避難を何度も繰り返してるんですねあの1回ではなくてであの北の方からどんどん逃げていて中部に逃げて今南部のラファに行っているとでその間にあの食料支援ですとか医薬支援がかなり厳しい状態が続いていてであの死者数もあの戦争入死者数が現地の報告ですと2万人を超えてますしそれとともに状況はものすごく悪くてですねであの他のの例えば ウクライナとかあの最近ですとシリアとか。 の紛争を皆様ご覧になってまず一番違うところはですねそのウクライナやシリアです周りにみんな逃げるんですね非常に危ないですので自分の命を守るために逃げるとで今回は国外に逃げれた人がほとんどいなくてですねみんなガザの方にで今はその南部のラファにずっと押し込まれて一番エジプトに近いでそこに今140万か150万人いると言われていますでラファ自体のもともとの戦争前の人口は30万なんですねだから高知市と同じぐらいじゃないですか。 ですからその30万のところに140万人ですから中谷先生の地元の高知市に110万人もう一人来ると。 今の高知でも太刀打ちできないですよね、それがあの100日以上の戦争の後に110万人が来ていますので、もう全く太刀打ちできないで、うちの内部の資料で言いますと、あのガザに大体100近く学校が、うちの避難所になってるんですけれども、あのガザはあの正直言って、今まで何度も紛争があったので、うちも準備はしていたんですね。 であのだいたいあの2000人来るだろうということで、避難所に2000人来るだろうというと、それはあの2014年の51日間の大きな戦争があって、そのとき大体、うちに避難所が2000人ぐらいなんですけれども、現時点でいるのは2万人とか2万5000人なんですね、ですからあのもう完全にキャパシティを超えていると、でそれがどういうところに現れているかというとです、ね、水が1日平均して、1日の飲料水が1.6リットルしかないと。普普通の人普通のの人場合はだいたい2から 2.5いるんだそうですですから水が足りない、で食料も足りなくて、ですねうちが入れた食料をあのえ去年の暮れにあの計算したんですけどもそのに、戦争が始まってから入れた食料を、例えば小麦粉とか缶とか入れますよね、それはあの単純にカロリーに換算してで、対象数が120万人ぐらいですので、それを日数で割ると、1000カロリーにも行いかない、到達しないと。 で人間は普通2100カロリーいるらしいのでもうその半分しかないとでもっとひどいのはですねもっととうかさらに悪化しているのは例えばそのトイレはですねうちの計算によると大体1個の300人か500人に1個しかトイレがないとまあ実際もう,もうできないですよねでシャワーに至っては3000人に1個ぐらいしかないんですよ。 それはもう非常に先ほど申しましたようにキャパシティを超えて人が来ているのでもう対応が絶対できないという非常に厳しい状態です。でその結果ですね最近 WHO と一緒に出しましたけれども A 型肝炎が増えているそれから下痢が増えている。 そしてて呼吸器感染症が増えているで戦争前と比べると、多分30倍、たか40倍、30%、40%じゃなくて、30倍、40倍に増えていると、だから非常に厳しい状態です。で、その中で今ガザに10ラファに100、南部のラファに140万人いて、であのラファでも戦闘行為が始まるということが言われていて、そうすると、どこに逃げろって言われてるんですけど、もうラファの人が単純には、じゃあ、どこに逃げるんだと。 であの安全なところはなくてです、ねあの、例えばそのもう少し北部の,あの戦闘行為がある程度終わったところに行っては言うんですけれども、今までの経験上、ガザで安全なところは一つもなくて、どこに行っても空爆の危機、命を失う危機にあると、でそれの証拠の一つが、すね我々の職員が今、153人だと思うんですけども、もうすでに亡くなっているんですね。 でこれほどの多くの数であの、えっとえー、国連の職員がなくなるというのも今までなくてですねだからそれ以上に非常に厳しいということですですのでガザの状態がどんだけ厳しいかということをぜひあの覚えていただければと思いますであのあのか戦争がいつ終わるかっていうことは全く読めないしですね今後どうなるかも全く読めないのでそういう意味では一番厳しい状態にあってであの先ほど冒頭に申し上げましたけれども、えー、人道支援をずっとやってる専門家がこれほど厳しい状態を見たこと それは1か月前に行った時も言われたんですけれどもそのそのあの彼はですねあの本当にあの WHO でずっと人道支援をやっていてで生態はこんなの見たことないって彼が言ったのはこういう話があるんですよ。であの彼はその食料をトラックに積んであの北部にあの持って行ったんですけれども大体あのそういう時にあのあの空腹が非常に多い時にあの食料が運ぶと。 あのまあ、略奪を受けるんですね、それはもう当たり前のことで、あのそれをも計算に入れて荷物を運ぶんですで最終的に届けばいいということで、でそれで,です、ね、そのトラックが止まったときにそう、だっと略奪を受けて、あの人が来て、その食料を取るんですけど、彼が、俺の経験で初めて見たっていうのはです、ね、その場で食い始めたっていうんですよ。うん であの普通はです、ね、その食料を取ると大体みんな逃げるんですね、あの捕まるとかいろんいろなことありますし、あと家に持って帰るとか、あるいはその、まあ、あの現実問題ですよ売るとかです、ね、そういうことあるんですけど、その場で開けて全部食べ始めたと、でこういうのは見たことないってで、それのがです、ね、あのご存じお,お聞きになったかもしれませんけれども、世界ワールドフードプログラムが発表したです、ね、世界の飢餓のレベルというのがあって、それでガザで行くと、その今、ガザにいる人ですね、あの一番ひどい飢餓のレベルにある人が、多分彼らが というには50万人いるんだのではないかと。で、えー、彼らの報告によると世界中でそのレベルにいる人は12万しかいないとですから、世界のあの飢餓の一の8割が今ガザにあるんだっていう状況になっていますですか？ら本当にものすごく厳しくて、1日も早、はい停戦と物資の搬入とで、そして将来に向けた平和構築が今一番求められていて、あのこの現状は本当に厳しいです。ではいいですか？はい。はい 次はウンラーです。あの有名なウンは <laughs> <あの笑>どんどん有名になってますけどあのウンラーはですね1950年からパレスチナ難民の支援をするということで国連総会で決まりました。 1948年にイスラエルが建国された第一次中東戦争の時にその当時の歴史的なパレスチナに住んでいた多分70万か80万ってわれているんですけどもその人たちがあの周りのガザやヨルダンが西岸ヨルダンレバノンシリアに逃げたんですねでその人たちの世話をするということであの運動が1950年に始まってで活動を続けています。 であの当時は多分当時の人はこの問題は早く解決するのではないかと思っていたと思うんですけれどもその証拠がですねあの r w のマンデートって活動任期は3年なんですよだから3年で多分世界は終わると思ってたんですそれがもう何度も何度もなって多分去年記憶が間違えてなくて去年もあ去年また3年延びてっていう感じなんですねであのそ,それであのパレスチナ難民を特化するで UNHCR 国連難民,連難民高等弁務官 事務所は来より直後に始まってですねですからあのそのパレスチナ難民はウンラがやりなさいとそれ以外の難民は UNHCR 国連高等難民弁務官事務所がやりなさいというすみ分けができてそれが今もずっと続いているんですね。であの日本もですねあの中東に対する重要性が非常に高いということを思われたと思うので1953年から運動への支援が始まっていてであのだから日本が国連に参加したのが1956年ですの、ね、でその3年前からの支援が始まっていて のの支援とというのはずっと続けて今まで一度も途切れたことがなくてです、ね、実は昨年70周年だったんですけどもその70周年をやっている最中にあのこの戦争が起きてしまって非常に大変な状態になっているんですけどですからそういう意味で中東で運乱の重要性っていうのはですね直接にあのパレスチナ難民の雇用を確保しサービスを提供するとで雇用っていうのはあのサービスの提供が一番大きなのが教育で小学校中学校があってだいたい50万人の生徒がいるんですね学校が700あって。 でそれがあのヨルダン川西岸ガザレバノンシリアあしレヨルダンか。 の5つの地域で大体あってであの非常に精度はいいんですねあのあの古くからやってますからでそれ私が管轄している保険はあのいわゆる診療所が140あって、えー、と糖尿病や高血圧それから妊婦さんの出生前出生後の検診、えー、それから予防接種そして一般的な世話をしていて大体年間に900万件の外来件数があって職員が3000人いてであの糖尿病の人が350万35万人か。 でえっ、ー、と妊婦さんで年間大体9万人って多いんですよ。糖尿病多いんですね。あのあの生活習慣が非常に難しいので、あの。 健康的な生活をするっていうのはお金がかかるのでそういう意味での偏った食事をして偏った生活をして糖尿病高血圧が多いんですけどそういうことをやってますでそれとあと社会保障ですね例えば貧しい人にお金を社会保障費を配るですとか貧しい人の病院のアクセスをケアするとかそういうことをやってますでそういう機関でパレスチナ難民に対する信頼度が強く例えばガザなんかでも70年以上やって その地元の人に対する運動の国連の信頼性が強くて例えばガザで国連っていうと運動なんですねこれはあのずっとやってるっていうことをずっと世話をしてるということでそういう状態ですですからあの今回の戦争が始まってからもあの食料の搬入をやりましたし薬剤の搬入もやりましたしいろんな支援をしながらですねなんとか支えているという状況になってきます。でではその有名な疑惑ですけれどもあの刑事的に あの申し上げますと、えっと、1月18日にあのうちの代表コミッショナー事務局長っていうんですけども彼がイスラエルの外務省と あったんですねそれはあのうちの事務局長は毎月1回イスラエルの外務省の高官と会っていてそれはあのあのウンラだから会ってるだけのことなんですけどもその時にですねイスラエル側が資料を持ってきてその資料は見せなかったんですけれどもあのこういうことがあるとお宅の12人が10月7日のに関与している疑いがあると関与している疑いがあるということであのいろんな説明を受けて名前を聞いたんだそうです。 ただその時に資料は見ていないのであのとにかくそれをノートを取って名前もノートを取ってでその名前をあのうちの人事の職員名簿と 比べてただ先生それがあの時間かかったんですねそのご存知かもしれませんけれどもあらあのイスラム圏の人って名前が3つ4つあるんですねでそれであのいろんな順番とかありますのでそれでやっぱり1週間ぐらいかかってで1週間かかるとやはり12人そのうち2人は亡くなってるんですけれどもあのうちの職員であるということが分かりました全員男性でそれであの結構長期間10年以上のほとんど全員が10年以上運んで勤務していて20年以上やってる人もいたそういう形ですね。 でそれであのこの、えーと、これは非常に疑惑としては非常に大きいので、えー、対処しないといけないということでうちの事務局長はす,すぐニューヨークに飛んで事務総長に会ってで報告をしてどうするかを議論してその1つとしてです、ね、あのあの3つその場で決まったんですけれども1つはです、ね、その12人の職員を、まあ、2人亡くなっても解雇すると。 でそれはあのあの有罪だから解雇するのではなくてあのその時の議論は非常におあの疑惑が大きいのでこのまま放っておいていくとうちに対するリスクが大きいと。つまりその 基本的には定職にして給料を止めてあの、えー、検査の結果を待つっていうのはあるんですけれどもそれをせずにもう非常に大きな疑惑のないとにかくあの一旦解雇してもし将来無罪ということが証明されたらまたその時に雇用の話をするということでやりました。であのそれがまず一つで次に決まったのがあの国連本部に、えー、と特別なあの監査の機関があって独立しているんですね。 でそれはあの事務総長も関与できない本当に独立した監査機関でそれの監査をしようということでそれがあの、えっと、発表したのが26日なんですけれどもそれが1月あ2月1日からもう始まっていますですからもう今も始まって今、監査の人がヨルダンのあんまンに我々の本部からそこに来てやっています。 ででそれであのその白,黒白黒つけるというかそのきちんと監査をして報告しようということとでもう一つはあのやはりその、えー、と国連職員にとって不偏不当。 それから中立性というのはものすごく大事ですのでそれを運河がきちんとやってるかどうかをもう一回きちんと見ようということでそれはあのあ今日から始まるんですけれどもフランスの外務大臣を中心にして他の3人の関係者でそれが今日から始まりますでそれが多分2ヶ月後に終わるとそういう3つですね。でその時に一つあの皆様にあの深くお褒美をしないといけないんですけれどもその26日にそのうちが発表する時にあの本来でしたら日本国政府にも事前に言って 報告してこういうことがありますということを言わないといけなかったんですが非常にいろんなことが同時的に起こって覚えていらっしゃるかもしれませんがその時にあの国連国際司法裁判所の判プロビジュアルメジャーが出ている時期だったそれも含めて非常にいろんな困難があって本当に申し訳ないんですけれどもあの報告がいきませんでした。 で事後報告になりました、本当に申し訳ない、でこれはあのうちの事務局長も外務省の局長と話したときにあのきちんと謝ってました、本当に申し訳ないということで、でそれであのあ発表しました、でそれで今、でそれであのじゃあ今後どうするかということになりますと、やはりその資料、えーと、インベスティゲーションがきちんと終わって報告をしないといけない、それは当たり前のことなんですけど、あのそれがですね、なかなか今、進んでないんです。でどういういいこととかって言いますと あのその疑惑が出されたんですけどもその疑惑を我々は見ていないんですね。 でイスラエル側からは開示されていなくてあの報道を見るとなんかアメリカとかニューヨーク・タイムズとかそういうメジャーに開示したっていうのはあるんですけど我々も見てなくてでそれこの前の事務局長と話した時それ私知らなかったんです実は国連本部にも開示されていなくてですから今の監査団はとにかくイスラエルに早く開示してくれとで私がヨルダンを出たのが日曜だったんですけどその時点ではまだ見られていないということでとにかくそれをどんどんあるということですね。でそれとともにですねあの今 ともかく戦時中ですのでその10人にどうやって検査するかあるいはその監査団がガザに本当に入れるのかとかいろいろあるのでもっと時間がかかるのではないかと。 で事務総長はその今月末までに第一の報告をあげろって言ったんですけどそれも非常に異例なんですね普通監査っていうのは完全に独立していますので上司とかがどうこうしろって言わないんですけどとにかくあげろって言われてですからそれは今待ってるところで今月末にどこまで行くかですねでそれは本当にあの正直言って厳しいところはあると思うんですけど彼はきちんとやってると思いますでその監査の期間もですね普通はやっぱり数ヶ月下手すると1年かかることもありますのでもういろんなことを聞いていろんなことを 例えばうちも前の事務,総長事務局長が監査にかかったんですけどもその時メールを3万通300万通監査の人見たんですねだからものすごいきちんとした調査をするんですねだから時間がかかるかもしれないただそれはきちんと結果を出さないといけないのはみんな了解しているとであとそのレビューなんですけどもうちがニュあの中立性不変不当性をきちんと守っているかを見るっていうのは2回月で終わるっていうのが決まっていてで今日から始まると1か月後にあのきちんとしたあの中間報告が出てそれはもう あのあのあの間違いなく出るんですけど今そういう状態ですね。 でじゃあ運浦がじゃあその、えー、どういう仕事をしてるかっていうのはそれは私の,ああの弁明ではなくて申し上げますとですねやはり国連機関ですのであの不,変不当はきちんんとあの歌っているんですね例えばあの職員を雇う時はまずそのそのの公募された職の能力があるかどうかを見てそれで筆記試験をして最終的に面接をして取るんですけれどもその時にあの、えー、とちゃんと確認をしてリファレンスを取って あのそういういいて言いますかどこかの政党に属しているとかあるいはハマスに属しているとかっていうことは確認するんですねでその中でもしそういうことが分かったらあどうもすみませんどうしますか先生いいんで,すかりましたでそれでですねあの、えー、実際ガザで数年前あのうちの職員でハマスに入ってるのが分かった人がいてそれは即解雇しましたですからそういう形でやっています。で支援の行き先ですけれども あの食料とかあの今頂い,いているのはきちんとあの例えばガザでどこで配っているかっていううちの避難所なんですねうちの避難所に持ってきてうちの避難所に登録している人に配っているのでそのほ他のところには行かないんですねで薬剤もですねうちのクリニックでしか配りませんのできちんとその登録をしている患者さんあるいはあの来ている患者さんを見て配るということであのその援助がですねその他のところに行くっていうのはそれはあの疑惑もまだないんですようちの食料がどっかに使われたっていう疑惑も全くなくてですね そう言ってるんですね。で、えっ、ー、とお、えー、いただいた貴重なお金ですけれども。 国連ではです、ね、あの年に1回すべての国連機関が監査をかけるんですね、本部が主導になって、第3というの。で、うちもあの毎年やっていますので、あのそれでそういう,て言うか、ほかの好のましくないところに行ったとっいう報告は一度もなくてです、ね、ですからそういう形ではやっています。で、それとともにです、ね、あのこれは確認されているんですけれども、うちのガザの本部の中にあのトンネルに行く入り口はなかったんですよ、それはもう確認されていて、それはイスラエル側も言ってるんですけど、でそれからあのうちのが本部の近く 国にあるウンラの学校にもトンネルがあったんですけれども、それもあのうちのあのトンネルうちの学校の敷地内にトンネルの入り口はなかったと。であの皆様を報道で見てらっしゃるようにハマスってのはものすごいトンネルのネットワークをガザ国内に持って行ってガザ内部に持っていて、それがあのうちの下を通ったりとか学校を通ったりあるいはあのいろんなところを通っているので、あ,あのその下を通っているのがたまたま上に家があったとそういう。 次元ではないかなという気はします。ですからそういう形でですね。あの、えっ、ー、と12人の話。それからあのトンネルの話も全部疑惑なんですね。疑いがあるということで。ただ、その疑いを我々が疑いがないことを証明するって、あの皆のその非常に難しいんですよね。疑いがあることを証明している方がまだあのアプローチとしてはいいんですけども。だから、そこはあの我々もイスラエル側にきちんと内容。を 開示してくれとでもし本当にいろんなことがあったらそれはうちでちゃんと対応しますけれどもあのぜひあのあのそういう開示をしていただかながらうちも内部を改めていくとであの先ほども申しましたようにあのこの疑惑が出たらすぐにあのあの国連の内部監査国連のあの調査を入れましたしうちの内部の,あのニュートラリティ不変不等性ニューチ性を守るレビューも始まる。 待っていますので、その結果をきちんと出していくということですね、はい、であのぜひあの日本にもあのその点を考慮していただいて、え特に今年は補正がの時期が来ていますので、あのそれも含めてです、ね、ぜひ早めに、あの我々もあの外務省、あるいは皆さん方と一緒にいろんなことを考えながら、今回の予約をきちんと答えられるような形にしながら、再開していきたいとは思っているんですけどぜひあのいろいろご指導、ご面接をいただければと思っています。 ありがとうございます。では、あの、今日、たくさん、まず拍手すいません。<laughs> もう時差もある中、ご無理申し上げます。あの、たくさんお越しいただいてますので、お手を挙げて質問、その前にお名前、あの、末田さんが分かるようにお願いして、はい、じゃあそこに、ちょっと待ってね。 局長、ありがとうございます。私、あの、自民党の国光彩乃と申します。瀬田局長には、あの、オンラインで、あの、まさに、あの、自由が。がいはい、発した直後に、あの、オンラインで、もう、あの、本当に早朝のヨルダンから。我が党のですね、あの、国際協力調査会でも、あの、ご意見をお伺いさせていただいて、大変ありがとうございます。まあ、その頃から、また、さらに、状況は非常に悪化する一方ということで、あの、本当に、あの、私も。あの、本当に、あの、以前、私自身も、あの、ええ、ヨルダン川西側新橋を統ガザ地区で。 医療活動、私も先生と同じく医師でありますけれども、はい、させていただいておりましたただ本当にですねもう状況本当にいかばかりかということを慎重さおてしをいたしますえその中でちょっとお尋ねさせていただきたいのがやはりあのまあ今 あのウンルワに対する、まあ、いろんな疑惑ということもありますけれども、やっぱり守らなければならないのは何なのかというと、やっぱりこうあの罪なき一般市民の方の命であり、まあ、記憶であろうかと思います。で、その中で、あのちょっとお尋ねしたいのはです、ねまあ、今、拠出金を、まあ、我が国はじめ、何か国か止めている状況でございますが、あの診療所の運営、まあ、これは局長のまさにあのガバナンスの中にあるわりだと思います。えその中でです、ね、実際にあの診療療所が医療を提供できなくなくるるとかあるいは こう先ほどの食料の備蓄の配布などをですねこれは世界食糧機関さんもウンルワの物流倉庫を利用して食料を提供なさったりしていると思いますがそれらによってですねやはりあの一般市民の方への被害状況があのいつまでなんとかこの状況が続いていつからがやはり非常に危険にさらされるというそういうですねちょっとタイムラインやそのあの状況についてお伺いをさせていただきたいと思います。 あのそのデッドラインは申し訳ないんですが、もう過ぎてると思います、えー、もうデッドライン遠に過ぎてしまって、例えばそのあの世界の飢餓の8割がガザにいるとかですね。a 型肝炎が大量に増えたとかですね。もう本当に栄養失調。それから疾病が非常に増えているのはデッドラインを超えていると、それとともにですね。やはりあの？ あの中谷先生申し訳ないです例えば高知に30万人いるところに110万人来るともうどうしようもないですよね今の日本では多分どうしようもないと思うんですけどももともと戦火でやられるところに増えるとそうすると対応ができないでその結果はそういうふうになってますの、ね、でもうデッドラインは超えているのであのあの私も正直に申し上げますとじゃあうちがそれを。 なんて言います解決しているかとしてないんですね、ただ、これ以上悪くならないようにとてことをずっとやっていて、でも状況がどんどん悪くなりますので、あのやっぱり悪化しているということで、デッドラインを超えているのは是非です、ね、ぜひそのためにあのあの、本当の解決策はやっぱり停戦とあの物,流の物資の輸入しかないので,です、ね、それに向かって、それまではとにかく何とか持ち越えて,えて、少しでも多くの人の命、少しでも多くの人の希望をつなげればと思うんですけれども、ガザ ガザの人に今今希望はないんですねもうあの今回もあのラファがこういう状態になってガにラファに我々の同僚も私の仲のいい友達も,もうどうしていいか分からない何も考えられない、えー、どうしたらいいって聞かれて私にもどうしようもないんですけどそういう状態ですねよろしいでしょうかはい他にいかがでしょうかお手上げていただいてせっかくですからはいじゃあお願いいたします井、うん、口先生。 先に自民党の井上口君よなんですけれども、まずアンルワ様に対してはですね、そもそもそこに、えー、国家主権国家が成立していない。そして国家を作ったときには、まず最初に提供しなきゃならないのが、ベーシックヒューマンニーズのサービス。で、そこをやってくれてきたということですよね。で、えー、今更になって、 え、国家をきちっと作ることに国際社会は失敗して、で、その上で、その最低限のベースックヒューマンニーズ、教育、福祉、医療、食料、をこういうことを提供してきたアンルアに対して、支援がもういかなくなるということであれば、どういうその結果になるかについて、もう少し、 効果的に説得的に主要国に説得をするということは可能なのかどうかですね。えー、普通は国民国家を作って、えー、今申し上げた教育、食料、医療、福祉、 えー、まず提供する。その上で産業振興したり防衛を強化したりする。えー、それを、おー、できない状態の国際機関という、今までの国際機関にはない、えー、プレッシャーで、この間、何十年も機能されてきたんですけれども、誰もそれに変わることが今できないじゃないですか。誰か、 変わることができる可能性がありますか。今日参議院の調査会で ICRC の中日代表が ICRC は絶対にアンバの代わりはできないと言い切りましたので、で、こういう中でどうやって人道外交、人道支援を我が国として続けるのかということの課題もありますが、同時に他の国にも説得をしなければならないので、えー、先生は あ、この局面で、えー、人道外交の観点から。どうしたらいいのか、それをご助言いただきたいと思っております。はい、わ、はい、かりました。あの、半沢さんがそうおっしゃってくださったんですね、I. C. R. C. の。後でお礼を伝えておきます。<laughs> どうもありがとうございます。あの、どうしたらいいか、あの、率直に申し上げます。あの。 我々からすると疑惑が出てきてでそれがまだ説明されていないとでそのただそれはいろんな国の方はもうあのクライム・オブ・ザ・センチュリー 非常に重い罪をやった団体というふうに思ってらっしゃるのでその中でどういう形で運、うん、のその,そのパーセプションの中で我々がどういう形でものを説明していくかが今の一番の課題でそれはあのメディアを通してですとかあの国会議員の方を通してとかあるいは政府外務省を通してであるんですそれをで私が今やっているのは粛々と運慮がどういうことであるかを説明してその重要性をきちんと提示するということでその今先生がおっしゃったようにあのいわゆる国家があんまりいなくて我々がのあの デファクト国家。 ですよね、でそれをあの続けていくということがいかに大事かということをその数値を示めながら説明していくということですねその,その中でその我々がどうやってそのメッセージをですねそのウ n r っていうのはハマスに牛耳られているとかハマスと関与していると思われている中でどういうふうに進めていくかが我々の一番の課題でそれは日本というよりはその欧,米欧米ですねそれが非常に強いのでそれをどうやっていくかが今の我々の一番の課題ですね。ただもうそこははもう私は粛々と事実を 述べていってであのいろんなことがありますけれどもガザの状況が良くないということそしてあの我々もあのあのやあの今回の疑惑を非常に深刻に受け止めていてそれで対応もきちんととって内部監査,監査も始めましたしレビューも始まってますのでそれをきちんと理解していただきながら続けていくと思うんですけど先生どうですかねあのこれは今回来た時もいろんなあの国会議員の先生方にお聞きしてるんですけど我々がもっとやるべきことは一体何なのか。 いうことも含めて、それもぜひご協力いただければありがたいです。<laughs> お願いします。いや、私はそんなあの能力ないですけれども、でも先生が今直面しているのは認識の戦争ですね。すねコグニティブウォーフェアなんですね。ですから、粛々ととかね、そういう段階を越えていまして、やはりあの支援資金的な支援が滞るということ。 あるいは実際にカイロなどで積み上げているそういう物資をもはや運ぶそういう手段がなくなるということはもう多くの人のもう事実上の,あの崩壊を意味するわけだからそうでなくても70数年失敗して対応が失敗してきた国際社会ですからさらにそこで子ども女性中心とした犠牲をこれ以上出すべきではないというのはそれはあの 世界の共通する思いだと思いますので、その戦いを、ロジックの戦いをしなければならないんですけれどもね。で、えー、まずあのいろんな国際機関が、例えば WFP とかね、ロジスティックスに強いところがあるじゃないですか。で、彼らはなぜこの間、ずっと直接に到達できる能力を 身につけなかかか、ったのかと、ユニセフとか、まあ、みんなそあの能力があるけれどもロジスティックスに最後はアンルアあお願いというところで来てしまったということなんですね。でアンルアは国際機関であって国家ではないわけだからだから議事国家という言葉は使われましたけれどもでもそのパレスチナ自治区にはその。 ノンステートアクターなんです、ここは。それで国家、ステートアクターを作ることに国際社会失敗してるわけですから、本来各国際機関は直接に支援ができるような体制を取らなければならなかったと思いますね。ですから、あの、遅きにしてたけれども、すべての国際機関の援助機関にですね、直接にパレスチナ自治区に支援を、 可能にするような、そういうことも考えてもらいたいという、あの、発信も必要ではないかと思いますね。で、同時に、アンルアが、やっぱりそうやって開かれた組織となってですね、全部自分を通さなければ最後は到達できないというようなところで、他の機関も甘えてたけれども、国際社会が全部そうなったと思うので、えー、それもあの、ぜひ内部もガバナンスクリーンアップして、えー、ということですけど、あんまり時間がかけられないということが課題ですから、あの、認識センス、認識の戦いを、 ちょっと発信力高めてやってもらいたいと思います。ありがとうございます <laughs> あのそれは頑張ってやりますで、あの先生が今おっしゃったところで、じゃあ、運乱に変わるものが今あるかと、まあ、将来はまだ別ですけれども、今あるか、それはもう現実的にないんですね。で、その例えばあの、えー、世界保健機関のガザ国内にいる職員で30人なんですよ。で世界保健 でそれからワールドフードプログラムも大体30人ぐらいでユニセフも30人ぐらいなんですね。でうちはその,その中でたい1万3,000人いて今でも3,000人4,000人の人が働いていて彼らがその露スティックをずっとやっているので,です、ね、現実問題として今運乱に変わるものはないので,です、ね、と現状としてはその運乱の支援をきちんと続けていくということでこの,この、えー、とお金が止まるとですね今月はまだ資金があるんですが来月からあの給料がなくなってきてでその資金支援 支援が止まってしまうと、そうすると、先ほども申し上げましたように、ガザにとってはもう死刑宣告ですので。それを、なるだけ防ぐようにですね、いろんな方にお願いしているっていうのは、現状で、本当にありがとうございました。はい、じゃあ、先に。はい、あの、日本共産党の山添拓です。今日はありがとうございます。本当に忙しいところ、あの。貴重なお話を伺いました。あの。 現状で今資金ショートということもお話があったのですが、えー、拠出金については従来はアメリカが一番多く負担してきたかと思いますでまあヨーロッパの国々もたくさんあり日本もということですがその中でこう今のえー これ全ての国が止めたわけではないかと思います。逆にあの NATO の加盟国の中でも、えー、増やしているところもあれば、えーと、ブラジルなども確かそういうことを対応してきたかと思います。ちょっと現状でどういう拠出、えー、状況になっているかということと、まあ、そういう対応の違いについて、ウンルワとしては今どういうふうに見ておられて、これど,うどうこう、拠出、まあ、を断られた側にどう,どう対応するかと迫るのはちょっと、 酷、えー、な話で、私は日本は撤回すべきだと思うんですけれども、ちょっとどういうふうにその状況をご覧になっているかというあたりをお聞かせいいただければと思いますあのうちはそのサービスを直接提供しているので、職員数が2万8000人って、だからそう非常に多いんですね、で人件費が非常に、あのそれはもうあのきちんと人を雇わないといけないので、それであの年間の大体そういう通常予算が800ミリオンアメリカドル。 えー、すみません日本の単位でどういうか分かんないんですけど800ミリオンドルなんですね。でそのうちの大体8割から8割5分が人件費でそれはあのきちんとあのやっぱりあのきちんとあの雇用しないといけないしですねそれはあの守らないといけなくてあの打足ですけどその給料はどういうふうに決めているかというとですね運乱の給料はあの例えばあの、えー、とガザとかヨルダンが西岸ですと。 あの例えばお医者さんですとその対応する保健所厚労省のお医者さんで同じような仕事をしている人がどれぐらいかっていうのはそれサラリー調査っていうんですけど給与調査を数年に1回やっていてそれよりもだいたい5%から10%高い方にうちはしているんですねですからそれできちんと分かっていてだからその払いすぎてるわけではないんですけれどもではないんですがあのきちんとその国の給与体系よりも少しいいようにしていい人が来るようにすると。であの人を雇って継継続続に治療するっていうのはあ継続に こういうことが大事ですの、ね、で、まずそれはやってますで、その中であのデータい年間800万ドル800万ドルぐらいで、だいたい月に60から70ミリオンダラーズいるんですね。その給料の月と払うので。 で今年はあの今年が始まって、大体、えー、と1月に150来たんです、でそのうちい100、多分私の記憶が正しければ120ぐらいがアメリカで、その他の国が来て、ですから、それでいくと今月、1月、それで今月は大丈夫なんですけど、6、70ですから、ただその来月のキャッシュフローがないと、でその今回止まって新しいキャッシュフローが来なくなると、あの非常にあの3月の給料ができないと。であの あの途上国政府ですと、例えば給料を半額にするとか、後で払うとかって、そういうことはやるんです現実問題でパレスチナ自治政府もいろんな国がやってるんですけどそれはわれわれは国連機関でやっぱりきちんとした雇用を守る、労働者の人権を守るということは,それはできませんので、そうするとやっぱり給料が止まってしまうと、食、えっと、サービスが止まってしまうというのが今の状況ですね。ですから今、そういう状態ですので、であのうちあのこれも脱足ですけど、うちの休養日は大体月末ですので、 だから3月の月末に給与があるかどうかっていうのがもう一番の課題ですね。であのじゃあこれをどういうふうに説明するかっていうとですね別にの人を雇うために人を雇ってるのではなくてその現場のニーズにきちんと応えるため将来にわたる教育をきちんとするために先生を雇うしですね人々の健康を守るために薬を買いますしあのお医者さん看護師さんいろんな方をやって説明してやっていくということでもしこれが止まるとですね彼らのその えと教育へのアクセス それからあの一時的な医療へのアクセスが止まってしまって、それはあの我々にとってみればその人,人道支援の根本に関わることですし、人権の根本に関わることですので、それはきちんとと言っていかないといけないと思って言ってますですね。で、それはを含めて今あの支援を止めた国が多分えっ、ー、と10以上あるんですけれども、それにあの説明をしていただいて説明してこのままではあのあのなんて言いますかあのガザあるいはその他の国の人権人々 の生活が脅かされると、で。 あの確かにですね12人の疑惑っていうのはガザにいますけれどもそのためだけにですねその全体の2万8000人の人の,あのサービスを止めるあるいは600万人いるパレスチナ難民のサービスを止めるっていうのはあの人道支援の根本に関わるところだと思っていますのでぜひそこはきちんと声を上げてですね運乱の,の疑惑がもし本当であるとしたらそれは反省するところでありますけれども先ほど申し上げたようなガザのような状況であの。 これほど国際社会の援助が届かなくて困っている人にそのガザのライフラインであるウンラを止めるということは絶対にあってはならないことだということは絶えず申しておりますはい、ありがとうございましたはいじゃあ櫛渕さん清田さんありがとうございますあの令和新選組共同代表の櫛渕真理と申します 先日もヨルダンであのオンラインであの私たちにもあのレクチャーつないでいただきまして本当にありがとうございましたあの先週、令和新選組で100万円、えー、わずかばかりですけれどもあの寄付をさせていただき本当に今あの命のリスクにさらされている方々の少しでも日常になればというふうに思います、えー、お聞きしたいのはですね あの私も NGO であのガザに2度、そしてヨルダン川西岸に1度あの、お尋ねしてますけれども、やはりこの間、10月7日から特に激しくなったあの空爆の中で、まあ、NGO だけでなく、特にアンルアの皆さんの職員も犠牲になられていらっしゃいます。あの今回、その拠出金停止ということをぜひ私は撤回させたいと思うんですが、その後、えー、安全確保をした上で、どうアクセス、えー 避難所にいらあのおられる皆さんに、安、え、全、ー、の皆さんがしていけるのか、そうした方法、どのようにその空爆からもう4ヶ月経って、今さ、さらに悪化している状況ですけれども、そのあたりの現地の状況を教えていただきたいと思います。 ありがとうございますあの本当に職員は本当に命の危険にさらされながら頑張っていますので、その支援は絶対に必要だと思っている必要なんですけれども、あの具体的に言うと、ですねうちの避難所、それからクリニックっていうのは、の GPS で場所は全部分かっていて、それはイスラエル側に言っているんですね、ここにクリニックがあります、ここに避難所があります、ですので、あのあのあのそこは空爆しないでくれと。 であとその,我々の職員も車で移動して、毎朝車で移動して、例えばあのその避難所に行くとか、あるいはクリニックに行くんですけどその移動もすべてイスラエル側に連絡をして、今から移動します、あですのであの、それをきちんと空爆しないでくださいということは言っているので,です、ね、それを含めてです、ねあの、職員の安全を守るのが一番大事ですね、それはできることは全部やっています。で、残念ながら150人、えー、今日亡くなってしまいましたが大体あの現実的には家で。 休んででるところで仕事が終わって帰って家で休んでるところに空爆に巻き込まれてなくなってるのはほとんどなんですけどそれも本当に残念なんですけどもとにかく我々も職員を守るのが一番大事ですので職員の守るためにあの我々の息を位置をきちんと明確にしてで移動もきちんと関与して。安全あの、えっと 危険なところは取らないようにしてですね危ないと思ったらやめますし例えばあの今、ガザの北部に援助が入っていなくてものすごく大変なんですけれどもそれは毎回毎回イスラエル側に今度薬を持っていきたい今度食料を持っていきたい今度毛布を持っていきたいと言ってそれが許可が出たときだけ行くんですねであの途中で行ったときに最近空爆されましたけれどもそういう方であるとすぐ帰ってきていますだから職員の安全を守りながらあのなるだけ支援を続けていくという感じですね、はい。ありがとうございいました はい、福島さん、えー。無所属有志の会の福島信行ですあの、前も申し上げた弟が今、読売新聞のエルサレム支局長で行っております、でそれであの今回、日本が拠出金を止めたことで、生徒さんはあの、日本人として保健局長で行っていらっしゃいますけれどもど、どのようなその組織の中で受け止められているのかということと、まあ、日本人の多くはアメリカも辞めたんだから、日本も辞めていいやっていうぐらいの認識なんですよ。 でここでどういうふうにね日本が出すということについてまあ日本人で行かれてる局長として我々は訴えたらいいのかということを一点聞きたいのとはい、はい、もう一点はまあうんルーナ授業はいろいろありますけどもまず大事なのはやっぱり食料とかあの医療に関係するものは絶対途切れさせちゃいけないと思うんですねいろんなまあ不祥事なるものがあるんだととしても例えば日本政府がここのセーター局長のいらっしゃるですね医療分野には 教室を出すとかそう,やそういう形でなんか使を明示してですねお金を出すようなやり方があるのかどうかそのあたりについて教えていただけただろうと思います。はいあの まあ、あの日本が止められたときは私は当然ショックでしたけれども、あの正直申し上げて、ただその,あの多くの国が止めて、ですねまずアメリカが止めて、イギリスが止めて、ドイツが止めてっていう形の流れでしたので、とにかくどうするかっていうことを内部で話をしながらですね、であのあの日本の援助はぜひ再開していただければ、まあ、私はあの国,国連職員ですので、インパーシャルなので、日本がどうこうっていうのはないんです言えないんですけれども、ただその、私がその中東でずっと仕事をしてですね、 あの日本人であって損したことは一度もないんですよ、それは本当に。であの、ガザでもレバノンでもシリアでも日本人であることで大体歓迎されて、で日本に対するすごい親日感が強くて、であのご存知と思いますけれども、あの2011年の,あの東北大震災の後に、ガザでは毎年3月にガザの子どもたちがタコをあげてです、ね、それは今までお世話になった日本のお礼と東北大震災の、東日本大震災の犠牲者、あるいはあの被災者の、 ソリダリティ連帯感を示すという形でやっていますのでそういう意味では日本に対する援助っていうのはです、ね、あのあの非常にあの粛々と人道支援をしていらっしゃるので,であのあの先生すみませんけどあのアメリカに比べるとやっぱり額は多くはないんですねそれはもう現実問題としてただ日本の場合はその政治的な問題に左右されずに粛々とどんどん続けていてある程度の額をきちんと出してくださるというのがあるのでぜひそれをですね あの続けけていただければと思うんで,す、ね、であの,あのそこがやっぱり日本の人道支援の一番の強みで政治案件に左右されない人々の命を守る安全人間の安全保障につながるそれをきちんと続ける でで、いいいたただければ本当にあありがたいと思います。であの二番目のですね、じゃあどっかに特化できないかでそれはあの内部でも議論があって例えば、そのいろんな援助物質をいただくんですけどもその疑惑が持たれないようにしようとかですね。例えば女性とか子供とかあるいは医薬品とかにもっとフォーカスしてとにかくあの疑惑は絶対に例えばその女性子供の支援というのはハマ支援にはならないのでですね。そういう形でできないかっていう議論はしています。ははい、はい。い。ではあの。 ちょっと今の国連の職員あるいは国連の働きのことがありましたので恐縮ですが今日国連職員でもあった伊勢崎健次さんあのお越しいただいてますので今までのところお聞きいただきましてまたあの国会でやるべきことなどご助言があったたらお願いいたします初党派でこれだけの議員さんが集まってくれたので一言だけ。 ちょっとあの,あの感情が抑えられなくてちょっと困るんですけどもあの皆さん冷静に考えていただきたいですね、これあのガザーの人たちの生命線を握る国連組織の現地スタッフの所作に関する疑惑ですよこれ,これ疑惑。でウヌ この,この対処に関しては多分多分僕が知る国連組織以上のことをやってます今本当に本当,本当にに疑惑なんですまだ今日は外務省の人来てますかここいい来てな、ね、来、ね、ノーパンしゃぶしゃぶの疑惑を受けて外務省の予算をカットするなんてことしますか我々それともちろん 今同じような状況で働いている国連、国連組織ってのは世界中どこでもある例えばアフガニスタン、ユナマっていうね、ミッションがありますけれども、誰がタリバンなのかわかりませんよ、これ。本当に。だから止めるんですかアフガニスタン、人々飢えちゃいますよ。それやらないでしょ。タリバン政権になる前、米軍が ね、あのあアフガン政府の国軍をずっと支援してました国軍アフ,アフガン兵士の中にタリバンがいました、ね、ある日ある日ずっとおとなしくしていてある日米兵に襲いかかるわけです将軍がベトナム戦争以来重将が殺されましたタリバンにそうア,フガン兵アフガン兵のふりをしてたわけですよね その時止めたと思いますかアメリカ政府がアフガン国軍への支援。止めませんよ絶対に。だって治安の弁で重大だと分かってるから、国軍支援が。このパレスチナ問題だけ変なんです、本当に。ここだけ変なんです、この,このパレスチナ問題だけ。なぜですか、これ。 これ前回も言いましたけれども、あの、防衛大臣が二人いらっしゃるから、これ本当にあ、あの、もう、あの、ううう申し訳ない。10月7日のあれは、それは被害者に、ね、見たら何でもそれはテロに見えますよ。あれテロですか奇襲作戦です、あれは。連綿と続く戦争の中で起きた、まあ、ね、あの、第二次被害、生んじゃいましたけれども、ね、ハマスはちゃんと軍事施設を攻撃してるわけです。 これは奇襲作戦ですでもテロという原説が前に出ちゃうと前に出ちゃうとハマスは悪魔だ。ね停戦なんていう交渉はできないとい,いうふうになっちゃうわけですこれ。今必要なのは停戦なんですこれ。すいませんねちょっと感情がないもうやめとこう。すいません勝手な指名であの。いただきましたお時間7時までなので。 あの今日問題提起をしていただきまして、いろんな皆さんもご意見、はい、ジャック・ハードさん、すいません、あのあ<の>短くお願いします、はい、ぜひあの、私もずっとあの年末から、ですねずっとあの国会で決議を出したいと言ってたんですけど、なかなか、まあ、党内も通らなくて、出てなかったんですけど、やっぱりぜひあの、国会でね、やっぱりあの、国会としてやっぱり出すってことは必要じゃないかなと思います。ややっっぱぱりり何ららかしらのやっぱり 表明をやっぱり決議として出すということをやっぱりぜひ超党派でやっぱ取り組みたいなと思います安倍さんにもぜひあの案は出してますのでぜひあのぜひ検討していただいてぜひよろしくお願いいたします、はい、ではあのここで最後にお二方ちょっとご発言いただこうと思うのですが石破先生がお先でじゃあ江藤先生からえそう <laughs> すいません恐縮です 今ご意見がありましたけど、一番大事なのはイスラエル、パレスチナ、ガザーの即停戦です。私もそう思います。それでは、あの、この停戦に向けたロードマップ、あるのか、あるいはタイムスケジュールはあるのかということですね。また私ちょっとこう見てるんですが、これに対して、この停戦に向けたロードマップについて、バイデン大統領、あるいはトランプ前大統領、 どちらが本当にですね、イニシアティブを発揮できるだろうかとか、まあこういうのを見てるわけなんですけどね、あの、とにかく今ご意見がありました通り、やはり超党派でですね、いわゆる即停戦決意、大事だと思うと、私はそう思ってますから、これだけ今日申し上げておきたいと思います。 ありがとうございます。ではあの実は以前から江藤先生にその国会内定線決議のことをずっとお願いに上がっているので今日もありがとうございます。で石場先生の前にあのウヌアでお仕事してらしたあの,、はい、あの関係です,すいませんはいあの国際 NGO 日本リザルツの白須野理子でございます。2016年ガザの中に一人で入りました。そして ごあのガザ担当のあのウンルワの職員吉田美希はうちで5年間スタッフとして働いておりましたで国連機関の中で一番仕事をしているのがウンルワですだから私はスタッフをウンルワに行かせましたユニセフも赤十字も WFP も絶対にウンルワの代わりはできませんそしてここにいらっしゃる先生方ぜひ全員で岸田総理のとこ行ってください よろしくお願いいたします。はい、あの力強い応援で、じゃあそれを受けまして <laughs> 石破先生最後にご挨拶をお願いします。石破さん遅くなりまして恐縮でした。先生、ありがとうございましたあの。今の外交調査会長の江藤先生からもお話がありましたが。あの超党派も超党派でやりますが、やはり我が党としてどうするのかってこと。 今こう、総理も出しているわけです政権与党ですから、そこはその議論しなきゃいかんと思っていますであの、合衆国はそれは福音派もあれば、産後複合体もあれば、いろんなことがあるんですが、ドイツもフランスも引いたつのは、そこはまたなんか別の、のこれはイスラエルに対する、ユダヤ人に対する食材感なのか、何なのか、そこはよく分かりませんが、アメリカだけならまだ話は分からんでもないが。 ドイツ、フランスが引いてるのはこれなんでなんだろうねっていうのがちょっとよくわかんないところがあります。何しても、とにかくその即停戦、これはあのウクライナでも一緒の話なのですけれども、ごちゃごちゃ言わずに即停戦ということでいかないと、それはもうどっちもどっちの言い分があるんですが、向こうの人たちが死んでいくってことをとにかく止めるということについて、 我が国としてイニシアティブを発揮していかねばならないし、それなりの責任を果たしていかねばならんと思っておりますので、中谷先生もいらっしゃいますが、我が党は我が党としてきちんとした議論をやはりやっていきたいと思ってますので、どうか一応よろししくお願いをいをたします、はいはい、あのやはりこういう状況においては、一刻も早く支援をですね、 あの政府としてするようにしなければなりませんので、またあの精一杯ですね。あの、それを求めてあの行動していきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。今日はあの各党それぞれに頑張っていただいて、国会の総意で停戦と支援の継続がなりますよ。また、あの来週にも勉強会できたらと予定しております。あの国際法の。 オステン先生を予定しております。すいません。皆さんも、あの、ご意見あったらお寄せいただいて、勉強しているだけじゃなくて、行動もしなければなりませんが、ぜひ、またよろしくお願いします。本日はお集まり、そして聖太さん、ありがとうございます。お疲れ様です。<laughs>